はい、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。それではまず1、不議案件についてを議題とし、括弧1、委員会付託の E、議案受話試験について説明を求めます。宮川議会事務局長。皆様こんにちは。こんにちは。本会議終わりのお疲れのところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。着座にて説明をさせていただきます。それでは1、不議案件の括弧1、委員会付託括弧 E の議案18件についてご説明いたします。タブレット端末の委員会付託表を括弧議案をご覧いただきたいと思います。お手元表示されていますでしょうか。今回の委員会への付託予定案件は、決算議案3件、予算議案3件、事件議案8件、条例議案4件の合計18件でございます。まず令和2年7月号に関する特別委員会へは、議案第75号、77号の事件議案2件でございます。次に建設環境委員会へは、議案第69号の決算議案1件、議案70号の関係文、72号の予算議案2件、議案73号の関係文、第78号、79号、80号の事件議案4件でございます。以上7件でございます。次に経済企業委員会へは、議案第67号、68号の決算議案2件、議案第70号の関係文の予算議案1件、以上計3件でございます。次に文教福祉委員会は、議案第75の関係文、71号の予算議案2件、議案第81号、82号、83号、84号の関係文の条例議案4件、以上6件でございます。最後に総務委員会は、議案第70号の関係文の予算議案1件、議案73号の関係文、74号、76号の事件議案3件の以上4件でございます。なお、議案第70号について、次ページにそれぞれ歳入の文言事項及び歳出の鑑別付託表を添付しておりますので、ご覧いただければと思います。説明は以上でございます。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ございませんか。ありません。はい。それではタブレット端末の付託表の通り、その審査を特別委員会及び各常任委員会に付託することといたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に括弧6、請願陳情1件について説明を求めます。宮川議会事務局長。続きまして括弧6の請願陳情についてご説明申し上げます。タブレット端末の請願陳情付託先審査用括弧議案議会運営委員会用資料をご覧いただければと思います。表示よろしいでしょうか。はい。定例会開会日、開会翌日の9月12日の午後5時までに受理いたしました陳情は1件でございます。まず陳情第4号、熊本労災病院の参加継続を求めることについては、八代の医療を考える会代表から提出されたものでございまして、担当課は健康福祉部、健康福祉政策課となってございます。なお、委員会へ参考送付文といたしまして、協議事項、レジュメに記載のとおり、2件を受理いたしましたので、前回報告の2件と合わせまして4件、担当委員会に参考までに送付させていただきたいと思います。以上でございます。ただいま請願陳情について説明が終わりましたが、何か質疑ございませんか。ございませんか。それでは委員会への付託はどのようにいたしましょうか。それではタブレット端末の別紙に基づき決定したいと思います。それでは陳情第4号については担当課が健康福祉部、健康福祉政策課でございますので、文教福祉委員会になろうかと思いますが、この取り扱いでよろしいでしょうか。はい。それではただいまご協議いただきましたとおり、本陳情については文教福祉委員会に付託いたします。
次に括弧に市長追加提出予定議案1件について説明を求めます。委員長。谷脇財務部長。はい、皆様こんにちは。こんにちは。財務部の谷脇でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。明日提案いたします予算関係議案1件につきましてご説明させていただきます。議案第85号令和5年度八代市一般会計補正予算第7号で補正予算の総額は360万円でございます。その内容としましては9月3日に開催されました第7回熊本県女性消防操法大会において八代方面隊本部分団の女性消防隊が優勝し熊本県を代表して第25回全国女性消防操法大会に出場する経費を追加するものでございます。全国大会は10月21日に東京都の東京臨海広域防災公園で開催予定となっており、選手など27名の旅費や消防ポンプなどの運搬費、消防ホースなどの備品購入費などをの予算を追加いたしております。以上が明日一般質問最終日に追加提出を予定しております予算議案1件でございます。財務部の方からはの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。ただいま説明が終わりましたが何か質疑ございませんか。はい、それでは市長追加提出予定議案1件についての委員会付託について協議いたします。付託はいかがいたしましょうか。奥田委員、委員会付託でお願いできればと思います。はい、お分かりいたします。市長追加提出予定議案1件については委員会付託することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めそのように決しました。タブレット端末の付託表をご覧ください。それでは委員会の付託先について説明を求めます。宮川議会事務局長。それでは市長追加提出予定議案1件の委員会のお付託先についてご説明を申し上げます。座ったまま失礼いたします。どうぞ。タブレット端末の委員会付託表括弧追加議案をご覧いただければと思います。総務委員会に議案第85号の予算議案1件でございます。以上でございます。ただいま説明が終わりましたが何か質疑ございませんか。それではその審査を総務委員会に付託することといたしたいがこれにご異議ありませんか。ご異議なしと認めそのように決しました。ここで執行部はご退出ください。次に括弧さんその他について何かありませんか。ありません。内容ですので、次に2会派変更届および会派届提出に伴う協議結果について議長より報告がございます。委員長。なります。議長。はい。はい、それでは1点ご報告がございます。一部議員の所属会派の異動がございました。あそこで各常任委員会等における所属議員の付け出し指数割にも変更が生じておりますので、先の各派代表者会において協議を行いました。その結果常任委員会および議会運営委員会の委員の選任にあたっては会議に諮って指名した後はその任期が損する間会派の指数に変更が生じても委員の変更は原則として行わないという先例に従いまして今回の会派の指数変更に伴う委員の変更は行わないと決定されました。なお特別委員会の委員の選任につきましても同様の取り扱いでございますが
今回山本孝明議員からの委員の辞任願いが提出されたことにより、後任の委員に会派改革市民の会より野崎真也議員が選任されることとなりました。また氷川町および中学校組合議会より山本孝明議員から当該組合議会議員を辞職されたことに伴い、議員の選出依頼があり、会派改革市民の会より谷口徹議員が後任の議員に選出されることとなりました。報告は以上でございます。次に3、その他について何かありませんか。いません。他に内容でございますので、以上で本日の議会運営会を閉会いたします。ご苦労様でした。